通に行く時に車で迎えが来て、でそれで車で職場に行って、チョコレートケーキとかがもうこうやってずらーっと並べられて、チョコレートもうわーっとなんかこう置かれたりとかしてて、業界側はそうやっておだてておだててお姫様のよう、でも本人からしてみたらそれは全然違う現実なんですよね。撮影に行く時に車で迎えが来て、でそれで車で職場に行って、で終わったらそのまま家まで送り迎えがあると、これ一般的な会社のサラリーマンないですよね。要するに隔離されてるんですね。そこの他の人たちと関わることがないように、要するにもう車でもう自分たちのテリトリーの中でしか行動させない。一緒にこう撮影現場にいた他の女性がいて、話しかけようとするとその子のプロダクションの人が、いやこの子に話しかけないでみたいな、この子は君と違って特別な人だからみたいな感じで扱ったりとかってするんですけれども、そうすることによってこの子からしてみたらもう外部の情報から遮断されてるんですよね。だからあたかもこう特別な人みたいにこうやって讃え祀ってるかのように見せかけて、実は隔離しているっていうような現実はあります。例えばハードなプレイをこなせば、その AV 監督とかプロダクションのマネージャーはなんかそれを報えるように、まるでお姫様のように誠意を尽くして対応してくれるんですね。朝初めての撮影の時にも本当に辞めたいと、もうすごい泣いていた時に、こうやっぱりそこの現場の人がすごい慰めてですね、何食べるの好きなのとかいうこと聞いて、なんとかこう盛り上げようとするんですよね、気持ちを。でその時にある方がなんかもうポソッとチョコレートが好きみたいなことを言ったんですね。でそれで撮影現場に行ったら、もう本当に有名どころのチョコレートケーキとかがもうこうやってずらーっと並べられて、チョコレートもうわーっとなんかこう置かれたりとかしてて、こんなに君のことをこう特別に扱ってるんだよみたいな、君は他の女の子とは違くって特別なんだよ君は、とかっていう風に言って、でどん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 断りにくくさせるんですよね。でそれでもうある相談師さんはなんかもうなんかそこでなんかもう自分を責めてしまったって言ってた人もいて、なんか自分のが嫌だって言ってるのがこう伝わらない、ここまでこう送り迎えもしてもらってこういうことをしてもらってるのにこうできないとかも嫌だとか、これ以上言うことがなんかもう申し訳なくなっていってしまう、ちゃんと断れてない自分が悪いみたいな風になっていってしまってるんですよね。だからこうもうその状況をどの視点から見るかなんですよ。業界側はそうやっておだてておだててお姫様のよう、でも本人からしてみたらそれは全然違う現実なんですよね。女王じゃなくてお姫様なんですね。人権がないんですよ。日本の社会でのお姫様っていうのはなんか処女性とか、そのいわゆる外部との接触を遮断するっていう意味合いが強いんですね。お給料で言ったらメーカーはもう本当に億単位で稼いでるのに、女優の方はもう百何十万とかそれぐらいしかもらえないわけなんですよね。でもなんかあたかもその女優にはこれだけの待遇をしているんだとか言って、でもお金はほとんどメーカーとかプロダクションに入っていくっていうようなシステムなんですよね。まあ、ある芸能界の方が騙されて AV に出演させられた方の話ですけども、裁判所を通じた情報の開示によって事業者は2億円の収益があって、でも一方被害者の方は150万円しかもらえなかったんですね。それって搾取だと思うんですよね。 AV には単体と企画とあと企画単っていう3つあるんですけれども、一人のその AV 女優が、いわゆる主人公みたいな感じになって出演するのが単体ですね。それで出演する場合は、高くて、大体1本50万円くらいですけれども、相場は30万ぐらいですね。30万くらいですね。で企画って言って、例えばいろいろな他の女優とかと出たりとか、なんかそういう感じのものになってくると、もう本当に数万円っていう方たちはもうザラですね。他の仕事との違いはやっぱり AV ってどん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 出演料が高くなっていくとかではないんですよね。
例えばその30万スタートだったりすると、でそこからあまり売れなくなってきたなってなると、今度は企画って言ってあまりお金にならない。 AV はなんか安くなっていくうちにどんどんハードにも内容もなっていくんですよね。でそこの本当に何本も何本もやらない、逆にやっていかないといけないっていうような状況になっていくんですね。だいたい AV の、契約っていうのは1本だけっていうのはなくて、だいたい 5,6 本の契約なので、あの6本目の撮影が終わった後に販売されると。でもうそこから相談者の地獄が始まります。まあ、パップスに相談をして販売を停止を求めることはできるかもしれないんですけども、やっぱり販売を強行するメーカーもまだあります。もうあの撮影その画面では自ら望んでしているような映像が撮られていて、外形的にも同意したかのように見えてしまうということです。この問題はカルトに近い問題があります。つまり洗脳状態になるっていうことですね。その支配されてる時っていうのは友達にも相談できないし、家族にも相談できない、社会から孤立させる力が働くんですね。で身バレ、誰かに知られてしまうと家族の縁も切らなきゃいけないってことになるので、どんどん社会から孤立していって、よりその AV 業界に依存をしてしまう状況を作り込んでしまうと。電車の中に乗っていても、AV 女優だって後ろ指こう誰かに知られてしまうんじゃないかっていうふうな恐怖の中で生活を余儀なくされるので、訴える自由が奪われていくんですね。実際に例えば AV 彼氏が AV を見てそれと同じことをされた、あとは例えば AV を一緒に見させられてそれと同じことをさせられたっていうような相談は多くあります。で私たちこういうことについて例えば大学とかに講演に行ったりするんですね。でそうすると男子学生からまず AV がそういうふうに作られてることを知らなかった、で自分も彼女に同じことをしてしまって今考えると本当に胸クソ悪い、申し訳ないとか、だからもうちょっと そういう事実を早くに知りたかったとかっていうようなコメントが寄せられるんですね。で日本の性教育学校とかであまりそういう セックスだとか性行為の話ってやっぱり授業でもあまり聞くことがないので、みんな情報をネットから仕入れるんですね。でAV は違法情報じゃないので、もう誰しもがこうエンターテインメントとして見てしまう、でだからこそもうそれをもう彼女にやってもいいんだみたいな感じになってしまってるっていう問題がありますね。こんだけ困ってる人たちがいて、で本当に被害救済も全くない中で、私たち本当悔しい思いばかりしてるんですね。一方で需要の側は全く何も規制の対象にも批判の対象にもなってないということですので、悔しさ、相談者の方からその受け取る悔しさですよね。一つの団体だったら限界があるということもありますね。やっぱりグローバルな問題として考えてほしいということですね。どうか人権侵害に加担しないでください。ハナトゥーセレオンです。ハナトゥーセレオン。